はい、綾部さん、おはようございます。先ほどですね、スタッドレスタイヤから夏タイヤに、交換しまして、エアのチェックもし、で今ちょっとテスト走行ですね、確認の走行をしております。まあ、タイヤとしてはですね、アドバンデシベルですね、これが2シーズン目に、まあ、入ったわけなんですけれども、まあ、印象としてはですね、まあ、昨年、まあ、去年の履き替える前と、まあ、結局変わってないみたいな感じですね。当然ですけどね。そこまで、なんか、冬の間になんか変わったなっていう印象はないですね。あとでね、また時間があれば、溝の状態をね、またちょっと動画で撮ってみたいなと思うんですけど、あとあれかな、ちょっと今ちょっと気づいたのは、前のレグドに比べると、このなんつうんだろう、タイヤとしてのこのパフォーマンスが一番こうよく出る温度域っていうのかな、これがちょっと狭いのかなっていう印象がちょっとありますね。まあ、気のせいだと思うんですけど、今外気温10度ぐらいなんですけど、もっとね、夏場の例えば30度とか、あの時の印象に比べるとタイヤ全体がちょっと硬いかなっていう印象がちょっとありましたね。気のせいかもしれないですけどね、これ本当に、もうちょっと柔らかかったんじゃないかなって気はするんですけど、まあもちろんね、ゴムなんで経年劣化による効果もあるとは思いますけど、去年の夏から、まあ、冬にかけてね、寒くなってきてスタッドレス変える前もちょっとそういう印象が若干あったんですけど、やっぱ今履き替えてもなんかそんな感じは改めて受けるんですよね。気のせいだろうな、やっぱな。タイヤとしてのこの静粛性だったりの性能はの印象は全く変わってないですね、去年と一緒ですね。あとこれはまあちょっとね、アドバンとはちょっとまた話が違うんですけど、ホンダのタイヤ、まあ、全部全車そうなのかちょっと分かんないですけど、この車の標準でついてるタイヤ、あと無限も確かそうだったと思うんですけど、モディロもそうかな、センターハブのところがちゃんとフィットしてはまる構造になってるんですよね。で、スタッドレスの方は、まあ、そういった無限だったりモデュロのホイールではなくて、本当に安い適当なアルミホイール見繕ってもらったんで、そういう構造にはなってないんですよね。で、夏タイヤにこう履き替えるたんびに思うんですけど、まあ、夏から冬にね帰った時も思うんですけど、センターハブのこうはまる構造っていうのが結構効いてるなっていうのはなんか印象があるんですよね。なんか普通に走ってる分には分かんないですよ、分かんないですけど、例えば夏のタイヤから冬に、ね、スタッドレスに変えて雪のあるところに、入ってった時にこうグッと踏ん張る時とかのこのなんかタイヤのこの剛性感っていうのかな、これはなんか夏タイヤのこのなんか剛性感とはちょっと違って、なんかちょっとぐにゃっとしてるっていうかね、なんかそういうなんか印象があるんですよね。まあ、ところが夏タイヤに変えると僕毎回思うんですけど、こうコーナリングとかでもねグッと踏ん張った時のなんかこうタイヤのこのゴムとは違うこのなんかこうぐにゃっとした感じみたいなのがなくなるんですよね。それは多分センターハブのフィットする構造が効いてるんじゃないかなっていう、ちょっと個人的な感想ですね、この完全な主観ですよ、はあるんですよね。まあ、もちろんねホイールも違うしタイヤもナスタイヤとスタッドレスの違いは全然あるんで、そこの印象から来てるのかもしれないんですけど、なんかそれだけではないようななんかこう感じがあるんですよね。なんかそういう印象もしお持ちの方いたらちょっと
コメントいただきたいんですけど、俺だけかなそんな感じするの、なんかそういう気がするんですよね。うん、あとね、さっき本当にタイヤ変えて走り出しの時にちょっと思ったことなんですけど、あのレグノから変えて、ちょっと今日のね出だしでちょっとふっと思ったのは、なんだろう、ステアリングの重さかな。ステアリングのこの切った時の重さは、なんかこうスタッドレスからレグノに変えた時のこの重さ感、重さの感じ方よりも、このアドバンデシベルの方が軽く感じますね。うん、これは多分レグノの方がよりタイヤに、あ、タイヤいや、タイヤが道路にこう密着して、うん、っていうところが多分こうステアリングの重さとしてこう感じ取れるんじゃないかなっていう、なんか印象ありますね。うん、レグノの時は夏タイヤスタッドレスから、レグノにね履き替えて、すぐの走り出しの時って、うん、なんかステアリングなんか重くなったなっていうのが印象としてあったんですけど、今回デシベルの場合はそれがあんまなかったんですよね。うん、まあ、若干重いかなぐらいの程度で、レグノの時ほどうわ重くなったなみたいなのはなかったんで、多分それはタイヤによる特性の違いでしょうね。うん、これはまあいいとするか悪いとするかはちょっとまた別問題ですけどね。うん、そういえばさっきのセンターハブの話じゃないですけど、今回ね夏タイヤに交換する時にあのそのハブのところのはまり込みがなんかすごいきつくて、うん、これ多分あの結構錆びてるんで、もその錆のせいじゃないかなと思うんですけど、結構ねあのはまり方がこう厳しくて、うん、前まではね結構こうピタッとね入ってた感じあったんですけど、多分錆のせいでね、多分あの径が若干大きくなってんでしょうね。なんかこう スッとねスッと入らないんですよね。うん、あれはもうちょっとね手入れしてあげないとダメかもしれないですね。とは言ってもそのためにタイヤ外すのもめんどくさいですからね。次のね車検の時に整備士さんがやってくれることを祈りたい。まだやらないと思うけどな、多分な。さあ8号線に出ました。国道ですね。少し速度域が上がりますね。まあ問題ねえな、大丈夫そうだな。この速度域になってもタイヤの静粛性に関しては、まあ、去年の印象とは変わらないですね。うん、まあ、つい先日ですけれども S660 ね、俺の生産終了が発表になってましたね。まあ一世を風靡した車といっても過言ではないでしょう、 S660 ね。うん、まあ残念ですね。まあこれも時代の流れなのか。残念ですよね。まあ、でも結構長い間販売されてましたよね。10年も経ってないのか。10年は経ってないですよね。7、8年ぐらいですかね。結構本田さんもいろいろと転換期に入ってる感じですかね。今ね NSX、現行の NSX 2020年モデルになるんですかね。これも今受注停止になってますよね。販売停止になってますんで、2021年モデルが出るのか出ないのか、その辺も全くアナウンス今ないですからね。結構 NSX もねハイブリッドの割には燃費が悪い車ですよね、あれね。なのであれもひょっとしたら生産終了になる対象の車かもしれないですよね。まあこうなんて言うんだろう、くしくもスポーツカーとしてのこの2台がね、まあ NSX はちょっと分かんないですけど、まあ、生産終了になるとするならば、まあ、非常にホンダファンとしては残念な話ですよね。まあ、それに代わる何かがやっぱりこう出てほしいですよね。
まあ、シビックのタイプ R はね、これはもうほぼ間違いなく出てくるとは思うんで、その辺はね評価したいとは思いますけど、まあミッドシップの車だったりね、その辺の車がね、小野さんからなんか出てくれると嬉しいんですけどね。さてワインディングに入ってきましたけど、やっぱ那須田山いいね。うん、このコーナーリング時のヨレ感みたいなのはね、やっぱスタッドレスとは違ってないんでね、気持ちよく曲がれるね。うん、やっぱ那須田山いいな。うん、なんだろう、スタッドレスみたいにこうタイヤをいたわらずに心置きなく曲がれるっていうかね。あとなんだこれ、道路にこうなんか細かい石とか砂がいっぱい落ちてるのかな。さっきからこうめっちゃ巻き上げてんだけど、ホイールハウスの中の音がこうパシパシいってんだけど、これはやっぱスタッドレスで走ってた道の影響ですかね。動画での印象どうですかね。多分スタッドレスの時みたいな、あの独特のね高音でこうこもった音みたいなあるじゃないですか、こうってやつね。あの音はまあなくなってるのは動画でも多分分かるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、やっぱりデシベルの運動性能はやっぱ高いよな。運動性能高い、気持ちよく走れるんだよな、やっぱなこのタイヤな。やっぱり静粛性よりも運動性能をね求めるんであればこのタイヤだろうな。よいしょ、汚いなここ。はい、ということでやってきたのが宮島峡でございます。大好き宮島峡ですね。じゃあ最後にちょっとタイヤの溝の状態だけ取って終わりにしますか。よいしょ、ちょっと待ってよ、なかなかね、シフトレバーがリバースに入りました。タイヤがついた状態でっていうのは難しいんだよな。よし、こんな感じかな。ちょっと待って、よいしょ。はい、ということで今のタイヤの状況がこんな感じですね。うん、なんか、まあ、極端に減ってるっていう感じもないし、まあ西爪だしね、うん、そんなに去年との印象は変わってない感じかな。うん、この辺のこれ、この辺のとかもこれ残ってるしね、これね。うん、はい、ってな感じで、今回の動画は終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。